進路調査書出してねえの。いや出したけど白紙。白紙？まあ俺みたいにとりあえず大学行って教員免許取りゃいいじゃん。先がなくてもゴミとかなんか適当にあるっしょ。おめえは夢がねえな。お好み焼き屋に言われたらないわ。お前俺の親父バカにすんなよ。まあいいじゃん、これからゆっくり考えれば。マジ魂、3年はこれで終わっていいのか。死ぬ気だろ、死ぬ気だ。いらない。大丈夫？大丈夫ですか？ごめん、ごめんなさい。すごい今急いでて腕ぶつかっちゃったよね。ごめんなさい。大丈夫です。え？さて、いよいよ明日から高校生活最後の夏休みが始まります。まあ、きっとね、
進路のことなど悩んでる子も多いことでしょう。でもな、時間は前にしか進まない。やりたいことをやりなさい。今しかできないこと。先生の好きな真田幸村はな、戦となれば常に最後の気持ちで挑み、圧倒的な軍勢立ち向かってったんだよ。出陣だよ。いざ夏休み出陣だよ。終わった。ああそうだもん。知り合いなの？その。いや全然知らないんだけどさ。でもなんかこう見たことあるっつうか。あああれだ。当たり屋だな。目つけられてた。お前ちょろそうだから。だとこらヒロト、ちょっと待ってよ。おめえにまだ早いんだよ彼女は。せえな。待ってよヒロト。あとで保険金とか請求されるぞ。なんだよそれ。そいつ可愛いの。うん、やっぱカモだな。どう見ても竹野先輩。早く頑張って。もういや、もう来てるよ。だってほらあの学校だったんだ。全然気がつかなかったよ。昨日ごめん、本当。怪我とかしてない、してないか。本当ごめん。名前は？本当に3年？なんで？いや、見たことないっていうか。B 組。たかし君は C 組でしょ？隣だね。同じクラスになったことないってことか。そんなもんだよ、10クラスもあれば。じゃあ2年の時は何組？っていうか名前は？名前。喉渇いた。ジュース買ってくる。え？一人で。あいつこの時期に一人でってプロデュースしてるんじゃねえの。そういうことだ。
お前予習してきた。いや、だよな。安心した。はーい、おはようございます。はい、授業始めるよ。ほら、みんな座って。はい。あー、もうね、疲れ。もう初日からむずすぎるよ。あ、家系寄ってこいよ。なんかジャンクなもん食べると死ぬわ俺。え、やっぱ自習室寄ってくわ。は、ちょっとマジでやるわ。終わり。おいおいおい。あ、明日な。あ、お、どこ行くの。いいから。ちょっと待って。へえ、知らなかったな。ずっと住んでんのに。結構あるよ、目線変えると。こじんまりしてんだね。そう、それなのにあーでもないこうでもない。そんなこと地球の裏側では誰も知らねえっつーの。ねえ、名前は？俺は C 組の葉山隆。 D 組でしょ？かなえとかと一緒の。名前、忘れない？え？名前忘れない？忘れないよ。絶対？え、もちろん。織部あずさ。織部？同じクラスになったことないか。オリビア、アズサ、アズサ、いい名前だね。ねえ、お腹空いた。ちょっと待っててよ。ほんとうまいから待ってて。はい、いらっしゃい。おお、どこで？え、一人か？いや、あの、いや、友達と二人なんだけど。すいません、お待たせしました。お前、まさか、まさか、まさかの女の子なんだっけ。そう、この男。違う、違う。全部俺に任せとけ。まあ、とりあえず、最初のデートで。はい、ここは正解だ。で、最初に頼んだヒロトスペシャル。ヒロトスペシャル頼んだら一発だから。ヒロトスペシャル店長。はいはい。ごめん、と思って。あ、でも健一はまだ他の教科もあるよ。うん、
アイスコーヒー。アイスコーヒー。おい。アイスティー。アイスティー。オッケー。やっぱ鴨学校の理工って女ばっか？男もいるよ。ほとんどハーレム状態だけど。マジで。いいな。そっちはどう？学校とはみんな目の色が違ってさ、俺ちょっと場違い感やばいんだよね。お手洗い行ってくる。うん。はい、アイスコーヒー。あ、はい。はい、アイスティー。よろしく。忘れた。オリベ・アズサ。何してんの？っていうか昨日はごめん、ごめん。続きもう無理？いや、どうしたの？カナエ、悪い、俺ちょっと用事思い出した。え？いや、悪い、ほんとごめん。歩こう。待ってくね、パズルのピースが。本当は私だったんだけどな。あそこで待ってんの。あれ、カナエだよ。同じ D 組の。あのほら、俺たち2年の時さ、仲いいグループだったからさ。知ってる。携帯番号教えてよ。宮戸も持ってない。え？ねえ、この場所わかる？大丈夫。いや、遅いし、家の近くまで送るよ。いい。いや、会えなかった時さ、家を訪ねればいいじゃん。本当いいの。やめて。どうやって連絡取ればいいの？携帯もないし。偶然にかけない？どういうこと？
出会えたのも奇跡なんだし、もしまた次会えなかったらそれまでだったってことだよ。でも会おうとしてくれたよね。そりゃ多少の努力はするよ。ほら宝くじだって買わないと当たんないじゃん。ねえかけてみない？君って本当変わってるよね。そう？うん、分かった。あ、いや分かんないけど分かった。ありがとう。あ、あさって10時から、あの滝沢園キャンプ場でバーベキューあります。ほらずるいって。おやすみ。待ってるから。ただいま。おかえり。落としたのお前も手伝え。たかし、やされるね。すぐ気がしない。消えた。そうだぞ、ほらやれよちゃんと。お前もだよ。あー、お待たせ。おい、セバン、彼女候補紹介するって話どうなったんだよ。え、こいつ店に連れてくるって結局連れてこねえんだもん。悪い。誰、うちの学校？ねえ、男子、火ついた？あ、もうちょいで、頑張ってます。遅い、もうこっちは準備できたよ。オリベ、アズサ、まあ立ち話もなんなで、皆さんお茶でも飲みますか。おい、バカ野郎、てかこの前呼べよ。なんで今日に限って呼んだ。お前は本当な心分かってねえな。たかし。はい。ちゃんと紹介してよ。あ、いや、だからその最近友達になったうちの3年の織部あずささんです。え、うちらと同じ学校ってこと？本当に3年？何組なの？
組です。おかしいでしょ。ありえない。マジうざいんですけど。笑える。あのここにいる女子みんな3年 D 組なんだけど、あなたのこと知らないし。ねえ誰？答えてよ。あなた誰なの？あずさ？おいあずさ！ちょっと、悪い。あずさ！ちょっと。あずさ！ちょっと待ってって。ちょっと待ってよ。ねえ、じゃあなんで来たんだよ。来いって言ってくれたから。私だって会いたいよ。ちゃんと説明してよ。どうせ信じないし。信じるよ。忘れてるの？みんな忘れてるの？私のこと。は？私3年 D 組だよ。でもカナエも D じゃん。合わないわけ。2年の終わり頃からかな。家族も友達もみんな私のこと忘れてったの。私に関することだけきれいさっぱり抜け落ちてくの。お母さんのまま残るのに私のことだけ全部。はじめは顔見れば思い出してくれたの。けどそれもどんどんダメになっちゃって。春休み明けたら私のこと覚えてくれている人誰もいなくなっちゃった。お父さんももうダメ。今は無理やり家にいさせてもらってるけど、そんな話あるかよ。だって俺たち今までだって思い出せた。それは高志が特別だから。ちょっと待てよ。
ふざけんなよ。誰がそんな話信じんだよ。俺は信じないよ。忘れないし。俺は信じないよ。昨日は久しぶりにリフレッシュしたな。ごめんね、いろいろと。何が？いや、あずさのこと。あずさ？あずさって誰？おう、葉山か。お前 D 組で何やってんだよ。先生、 D 組に織部あずさっていますよね。織部？いや、うちの学年にはいないだろ。いますよ。ほらこれ。ん？織部あずさ。なんで忘れちゃうんですか。ちゃんといますよ。あずさはちゃんといますか。おい、どうしたんだ、早間。あずさ、あずさ、昨日はごめん。正直まだ信じられないけど、本当にこんなことがあるとして、それって原因は？
どうして、あずさだけがこんな目に。先生の名前思い出せる？小学校の友達は？何人覚えてる？毎日会ってても時間が経てば忘れる。それと同じ。理由もなく死ぬでしょ。病気や事故や戦争で。生まれた理由だって消える理由だって選べないの。だからね、なんで私だけってもう考えないようにしたの。俺は忘れないよ。あずさのこと、俺は忘れない。たとえみんなが忘れようとも、早田たかしは、織部あずさのこと、絶対に忘れません。織部あずさ。あ、岩井さん、こんにちは。こんにちは。ほら、キエさん、旦那さん帰ってきたよ。え？あ、昨
麗にできたね。滝さん。あ、これも。そういえばさ、あん時何してたの？あん時？最初に会った日、あの交差点でぶつかった。DVD 借りに。俺も。何借りたの？タイムスリップもの？なんてやつ？言ってもわかんないから、ほらマニアックなやつ。たかしは？大人は分かってくれない。トリフォーの。へえ。映画を見ることだけが楽しみな少年が、現実では何一つうまくいかなくて街をさまよう話。それってなんか私たちみたい。1日で、星座は乙女座。シャキーン。ちょっと待ってますよ。よい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 。しゃ。ありがとうございます。スイカです。うまい。葉山たかし選手、一球も当たりません。くっそ下手です。熱いんだよこのバカ太陽。太陽に当たらないでもらえます？あ、おい、ちょ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 、これさ、他のやつないの？文句言わない。書き壊しって小学生か。でもさ、剥がしたら浮気とみなします。ていうかさ、なんで制服なの？え？そりゃさ、 PV といえば制服でしょ。学校いいね。キモい。ああ。
なんか劣等感。いいじゃん、我々は映画研究会ってことで。なるほどね、うん、すぐ終わるから。やっぱり俺外で待ってるよ。大丈夫だって、たかしなら。ねえねえ、あなたも手伝って。あ、いや、落ちちゃいましたね。おう、はい、あの子って新しく入ったボランティアかい？10歳若かったらな。いや冗談だよ冗談。よかった。ゆっくり食べてくださいね。あの子、もうだいぶ前からお手伝いしてると思うんですけど。いや、俺のがボケちゃったかな。あ、はい、今行きますね。トイレットペーパー切れてるよ。え、上の段に入ってるよ。あ。お父さん。ああ。あら、お父さん、いいわね。遠慮しないで食べてね。はい、ありがとうございます。もやし、どう？あ、はい。もやし、ほら、いっぱいあるから。もやしも。わかった、もやしはもういいよな。肉がいいよ、肉がね。どぼ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 。あ、もう、本当に好きなの。かけちゃうけ。はい、葉っぱは何かけますか？葉っぱっていうの。葉っぱ。マヨネーズ、青じそ。青じそで正解。じゃあ選ばせないよ。なに？いいでしょ。取りすぎ。肉食系女子ともやしか。うるさい、そこ。父さん、うるさい。長いね、これ意外と。すごいよ。長い。びっくり。ほら、あ、切っちゃった。おお。あー、バケツ持ってくの忘れた、たかし。たかし、バケツ忘れた。ちょっと、火事になる、火事になる。大変だ。知らないよ、自分で持ってこいよ。いいから、行っておいでよ。たかしの仕事でしょ。頼むよ。早くね。もうねえ。いつもあんなの。でも、あずさちゃんみたいな子がいて安心したわ。いやいや、ちょっと前までさ、なんかずっと家で映画とか見ててさ、なんか暗かったんだよ。引きこもりみたいでさ。禁煙やめちゃったんですね。賑やかでいいよね。うちは物心ついた頃からパパと二人だから羨ましい。うっさいだけだよ。勝手だし。紹介してくれてありがとう。うん、あずさのこと忘れたら俺が絶対とっちめてやるから。やめて。希望は持たないと。うん。もうすぐ誕生日だ。覚えててくれたの？もちろん。嬉しい。9月1日って始業式だけだよね。
学校終わったらどっか行く？本当？おどこ行く？恋人の丘。マジで？ベタだね。いいの、行きたいの。分かった分かった。忘れないでね。だから忘れないよ。おかえり。あれ母さんは？お風呂。あ、あれアンデスのケーキじゃん。ええ、マジもらえもん。知らない、父さんじゃないの。うわやば、シラチーズ。え、俺ショート。甘いのみんな大好き。じゃあ、このショコラと、はい、あとレアチーズケーキ。チーズケーキ、あとは俺ショート。ここの文書には主語、述語という意味関係が成立する名詞プラス ING 形が続きます。よって答えは解状況の with が入るから、正解はあ。これぐらいは確実に正解できるように、いいかな。はい、次の設問。こういった関係副詞の穴埋めのコツは文書の前後に注目することでしたね。カッコ B には直前に場所を表す名詞 New Places が入り、封書以下 Feed までが完全な文章だから、携帯はオフにね。すいません。はい、次の設問。こういった関係副詞の穴埋めのコツは、
あずさ、あ、ごめん、待った？うん、大丈夫。どこ行く？どうしよう。じゃあいつものとこ。OK。来週本当に大丈夫？ん？なんだっけ？9月1日。あずさの誕生日。たかしと一緒に行きたいとこあるんだ。え、どこ？恋人の丘。マジでベタだね。鶴ですか？カブトだ。金魚当たり。私にこれどうぞ。旦那さんにも。この後はまっすぐ帰る。どうしよっかな。あ、ちょっと待ってよ。おお、かなえ、どうした？たかし、ちょっといい？岩井さん、こんにちは。あ、どうぞ座って。すいません。座って。あれね。すみません。なんかごめんね、こんな格好でさ。私さ、トラックやってて。岡山から今朝までずっと用事でさ。えい。さっき戻ってきたんだわ。あ、ごめん、名前聞いてなかった。なんだっけ。オリベです。オリベ・アズサです。アズサちゃん。いやー、でもびっくりだわ。タカシにこんな可愛い彼女がいたなんてね。タカシ君、予備校終わったらどっか行くとか言ってませんでしたか？そう、電話したらいいじゃん。持ってないんです。ん？え、携帯？あ、あのこれ渡しといてもらえませんか？何これ？折り紙です。よくわかんないけど、まあ部屋で待ってたら、ね、私シャワー浴びてくるから、そしたら電話かけてあげる、ね、ありがとうございます、うん、ダメならはっきり言って。やっぱ好きな人いるんだね。え？
私の知ってる人？学校の子じゃないの？ねえ、誰なの？ただいま。あ、おかえり。今日のカレーいつもと違くない？あ、え？ちょっとあの隠し味入れたんだけど。さすがお母さん。
します。じゃあ本日はお願いします。あ、ちょっとすみません。はい。いや、ですからその件はちょっと待ってくださいよ。話が違うじゃないですか。家の売却分は全て返済に回します。時間はかかるかもしれませんが、必ず全てお返ししますから。はい。もう目処は立ってるんです。お願いします。お願いします。今日で最後。急に入院することになっちゃってさ、検査の結果思ったより良くなかったみたいで。そうでしたか。あいつもついにさ、わけわかんなくなっちゃって、俺の顔見てどちら様ですかなんて言うんだよもちろん覚悟はもうできてたけどね。でも時間だけは残るんだよ。え？たとえどんなに記憶がなくなっても、二人で過ごした時間だけは奪えないんだよ。夏休みを過ごせたか。高校生活も残すところあと半年だ。いいか、一度っきりの人生だ。やりたいことやれじゃないと、まだあっという間におじさんおばさんだ。あざまあざまあ、いいか、出陣だよ。聞こえるよ。そんなんで新人戦勝てると思ってんのかよ。まだ何も始まってねえんだぞ。簡単に諦めんなそこ。もっと気軽に死んでこいよ。文化祭は禁止だもんね。はいよ、修学旅行は俺も取ったから。あと体育祭だ。おい高志、おい高志。ん？だから2年の体育祭の写真だよ。お前撮ってたよな。ああ、パソコンにあるよ多分。データくんない？うん。なんで俺が卒アル委員なんかやんなきゃなんねえんだよ。どう見ても向いてねえだろ。ったくよ。
です。2年 F 組9月1日生まれの乙女座です。ちょ、カットカット、もどもどだ、ダメ。何それ、自己紹介じゃん、ただの。もう一回いくよ、テイク8 よーい、はい。どうも、織部あずさです。2年 F 組9月1日生まれ乙女座の B 型です。どう、さっきよりはいい、さっきよりはいいんだけど。あずさ、よーい、はい。同じく2年 F 組の葉山たかしです。2年、今日は織部あずさとの交際1ヶ月記念としてビデオ撮影をしたいと思います。はい、1年前以上、以上。織部あずさ、自分がガッチガチ。はいはいはい、卵を乗せて、はい、卵、卵、はい、はい、マヨネーズ、はい、マヨネーズ、はい、やばそう。どうよ、うちの簡単です。いやいや、ちょっと待って待って待って、はい、一緒にだから手加減しよう。なんで、なんか横さじなんだけど、危ない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 。妹ができる、じゃあ妹できる、三姉妹なんだ。高崎、じゃじゃーん。お、監督、勉強させてもらいます。あずさと高志、いけないから。似てるよ。どこね。結果してあげて、ほら、して。よいしょ。いいって。ちゃんとカメラ見て、見て。見てる。何見てるの？またやってるよ。もうやだー！もう死ぬ！大成功だったろ？化け屋敷やりたいとか小学生みたいなアイデアなんてあんたがついてやるんです。でもさ、楽しかったっしょ。カメラとかいいから早く帰ろうよ。え、もうダメ。ああ。死んだ？あ、そういえば、うん、さっきの夢の話、そういう系の大学とか行くの？まあ、目指してみようかと。偉いぞ、たかし！ここで宣言して、記録するから。何を？はい、貸して。何が、はい、何がどうぞ。何を？なんかほら、俺は映画監督になってハリウッドに行くぞーみたいな、そういう青春っぽいやつ。だ俺は監督になんだよ。なれー、なっちまえー。生きた印を世界に爪痕を残すんだ。おー、やれー。はい、じゃあ今度あずさの番。え？夢？あずさの夢だよ、夢。私の夢はいい。お誕生日おめでとう。はい、これ。開けて開けて。いいの？うん、開けて。じゃじゃーん。かわいい。嬉しい。どう？かわいい。かわいい。かわいい。うん。
また来年も来たいね。ほら、あそこだよ。あっち？そうそう、あそこから1時間ぐらいかけて。あ、こっちだね。たかし、ごめんね。今、たかしは体育の授業中です。たかしのスマホ黙って借りてます。本当にごめんなさい。本当に高志、私に最後のチャンスをください。高志はもう私のこと忘れちゃったよね。なんでこうなったのか正直わかりません。何か罰が当たったのかな。もうこれ以上高志に話しかける勇気がありません。いつか必ずって頑張ったけど、あなたの知らないって顔はもう辛いから。でもね、こんな風になったからって言ったらおかしいけど、私生まれて初めて必死でした。この人に忘れられたくないとか、ずっと一緒にいたいとか、そういうことに必死だった。人を好きになるってこういうことだったんだね。
葉山、たかしくん、織部さんから伝言頼まれたの。あなたがもしかしたらここにいるかもしれないって。あずさは、もうここには来れないって。あずさは今どこにいるんですか。会いたいんです。話したいんです。どうしても会いたいんです。俺、忘れちゃって、忘れないって言ったのに、忘れちゃって。それで、あいつのこといっぱい傷つけて、会いたいんです。お願いします。伝言頼まれただけだから、ごめんなさい。彼女、ありがとうって すごく感謝してた。じゃあ、you
あずさごめん、あずさ。あずさなんでだよ。あずさごめん。あずさあずさごめん。あずさ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 ごめん。ごめん。あった！あった！